こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えーま、芸能人がたくさんたくさん、えー、摘発されているですね、麻薬の種類と危険性についてお話ししたいと思うんですが、ま、佐賀尻恵里香さんもそうですし、ピエール滝さんもそうですし、田代正さんもそうですね、なぜ辞めれないのか、えー、どういうことが起こっているのかっていうお話をちょっと掘り詰めていきたいなと思います。 松本人志さんがですね、まあ、初版でも実験などをもっと厳罰化した方がいいんじゃないかってお話をしたところをですね堀江門さんがですね厳罰化すれば犯罪が減るって思うのは船舶だし、まあ、軽薄浅はかだしってことですね厳罰化は社会を不自由にするっていうふうにコメントしたところですちょっと炎上したってお話があったのでまあこういう話も交えてですね一体、まあ、麻薬っていうのはどういうものがあってどういう経由で回ってきてどういうふうにこう うん、やめれなくなくっていくのかってていいいいいうう話をしたたとと思思んでですす、ね。ね。それでは始めきま麻薬の種類ですね。これはですね、大きく分けて2つにあってですね、化合物系、要は調剤していくことによって、いろんな薬品を混ぜることによって作れるものと、えー、植物をこう加工して作るものと両方あるんですね。で、まあ、今回は MDMA というのが沢地麗華さんが使われてたんですが、まあ、覚醒剤とほとんどものが一緒なんですね。で覚醒剤というのはもともと大日本製薬がですね、えー ヒロポンっていう名前で、疲労がポンと治るということでですね、ヒロポンっていう名前でですね、瓶詰めの錠剤で売ってたものなんですね。で、これがまあ、要は、ちょっと中毒性があって、人間がちょっとやばく、まあ、まあ、にその中毒性があって、かなりこう、人間がおかしくなっていくということでですね、麻薬指定をされたわけなんですが、ここに日本っていうのは、財形法定主義っていうのを取るんですね、財形法定主義っていうのは何かというと、人間っていうのは基本、 自由ですよ。自由に生きていいんだけど、でも社会性がないと、たくさん人がいるから、みんなにこう、迷惑かけないように生きるためには、これは罪っていうのを決めておきましょうねという。今の社会で生きてるとこんなこと普通に聞こえますけど、これ普通じゃなかったんですね。要はもう,こう、 要は王様がですね、こいつ気に入らないって言ったら勝手に捕まえてですね、適当なこと言って、えー、死刑にしてしまうってことはしょっちゅうあったわけですよ。それはダメですよ。ちゃんと法律に照らして、こういう、ここの法律を犯してるからっていう形じゃないと罪として裁けないっていうふうに考えるわけですね。そうするとですね、こういう覚醒剤っていうのはメタンフェタミンっていうものなんですが、そのメタンフェタミンはダメですよって言ったら、じゃあメタンフェタミンに近いものが今度出てくるわけですよ。要は化合物も足してですね、ちょっと違う。 違ううものを作っちゃわけですね。それの要はスピンオフみたいなものが MDMA というエクスタシーと言われるものなんですね。聞いたことによると覚醒剤よりはちょっと聞き方がマイルドでなんかこう手軽にできる感じだったんだろうねみたいなクラブでよく流行ったんですねやっぱクラブでその音楽とそういうこう,こうワイワイしてる感じっていうのがものすごくこう高揚感が増してとってもクラブと相性が良かったみたいでこう MDMA っていうのを使われてたということですね。 で、今回こうちょっと特集してるのが僕、リタリンってやつなんですね。闇金牛島君っていう漫画があるんですけど、あれの一家に出てくる女の子が転落してこう話があるんですね。真ん中ぐらいにあると思うんですけど、一家のね。で、女の子はすごい美人ですごくこう、一部上場に勤めて、まあ人生もさ、もう素晴らしかったんだと思うんですけど、そこから結局その、 まあ、要は、周りがお嬢様なんで、旅行にもみんな行かないと、仲間外れにされちゃうし、みんなが、カバン持ってるから、自分もカバン買わなきゃと思って、カバンを買ったら、だんだんお金がなくなってきて、気持ちが凝り固まっちゃってるわけですね。要は、マインド、マインドが、こう、そういうふうになってしまってですね、もう,そう、じゃそうしなければいけない。なければいけないというやつですね。まあ、要は、ABC 理論でいう、なければいけないっていうのが、もう、ブロックがかかっちゃってる状態だったわけですね。で、それでもう、お金が普通のところでは借りれなくなったから、闇金に手を出すっていう。 お決まりの感じでですね最初のうちはですねニコニコしてどん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 貸しちゃうよって言って貸していくわけですねであるところになって急にもうすぐ返してもらうと困るって言い出すわけですねでどうなるかっていうと結局風俗で働かされるっていうお決まりのパターンにはまるわけですねで風俗で行くとやっぱり嫌なお客さんもいますしそうすると同僚の子にこう ちょっと相談するわけですよ。で相談したときに、結局、この薬飲んでみたらって言って勧められるのが、このリタリンというやつなんですね。リタリンはですね、精神科医の人がつい最近までですね、処方できる薬だったんですが、もうほとんどほとんど覚醒剤と一緒だと言われてましたね。なので、これあの、実際その、えー、絵でですね、書かれてる錠剤にですね、CG202 っていう刻印がされててですね、それを僕はパッと見つけて、あっ これ、すごい生々しい漫画だなと思ってびっくりした覚えがあるんですが、これ、リタリンってやつですね。でスタートするとき、だいたいみんなそうだと思うんですね。最初は自分はブロックがかかってて、気持ち悪いから嫌だって言うんですけど、大丈夫だからって言われるという。でそこで大丈夫って断れる、普通の人だったら断れると思いますし、でも、普通の人でもお酒を飲んでたり、クラブにいて気持ちが高くなっていくと、ついつい飲んでしまう。それが結局、こう、泥沼の入り口だと思うんですね。 で、まあ、リタリンとか MDMA っていうのがこういう形で、まあ、皆さん結構こういうのが入り口で入る人が多かったりするんですが、まあ、LSD っていうのも化合物系でありますね。これは幻覚を見ると言われるんですが、これはあのですね、私心理学勉強してるので、トランスパーソナル心理学っていうのがあって、要は人間っていうのはどういう使命で生きてるのかっていうのを考える心理学なんですが、生まれてくる時の体験をするためにですね、LSD を使うことによって、こう、なんかこう、覚醒するというか、 そういうことを使った、えー、やつ、ことをやってたんですね。ところが、麻薬指定になって禁止されてからは、今はもう瞑想だけでそういうことをしてらっしゃるんですが、まあそういったので僕は名前を聞いてました。LSD ってやつですね。どれも、まあ比較的、あの、クラブで、 えー、手に入るで日本では比較的この化合物系の方が手に入りやすいんですね、えー。この植物系のコカインっていうのはコークの葉ですね。これは南米が、えー、生産地なので、そうすると、これニューヨークとかはすごく多いんですよ。だからアメリカではすごく手に入りやすい薬ですね。よくあの映画とかで出てくるこの粉をビーって引いて鼻です、こうストローで鼻で吸うやつ。あれがコカインってやつですね。コカインはですね、比較的こう、効いてる時間が2時間以内と言われてるんで、 まああのスタイリッシュに結構使うというか、まあ、これはこれは別に中毒ならないよみたいな感覚で使う人は比較的多い。ピエール・タケさんが使ってたのがこれなんですね。で、あとはアヘン、モルヒネ、ヘロインというのは、これアヘンを生成したものがモルヒネで、モルヒネを生成したものがヘロインですね。でアヘンっていうのはまあアヘン戦争が起こった時のアヘンと一緒なんですが、アヘン戦争というのは中国がまあイギリスはお茶を。 扱ううていうかお茶をたくさん飲みますよねミルクティーとかロイヤルミルクティーとか飲むと思うんですがあれは牛乳の生産が足りなかったのでお茶を紅茶を作ってそれでミルクを目で薄めて飲む習慣がついたからだって言われてるんですねなんでかというとインドが植民地だったから正論等もあるしなのでお茶が簡単に手に入ったのでみんなその要は 習慣がついちゃった。習慣がついちゃったけど、今度は植民地じゃなくなったから、もうちょっとこう安く入らないかって中国に交渉したら、中国はそんなわけにいかないと言われたので、なので、じゃあ、うーん、その、払いせにですね、あの、多分裏ルートを使ってアヘンを密輸し始めたわけですね。そうすると、こう、アヘン窟っていうのがいっぱいできて、人間がダメに行ってなってしまうんで、 中国の人がね。そうすると中国政府は怒るわけですね。で、それでそのアヘンをこう捨てさせるわけですね。それが海戦のきっかけになるわけですね。だから、イギリスでは黒歴史中の黒歴史と言われてますが、ひどいお話ですよね。だから、えっ、ー、と、麻薬を売って、それを向こうが嫌だって言ったらいきなり。 まあ、殴りかかるみたいな感じだったと思うんですが、まあ、そういう、こう、そういったことは世の中よくあることなんで、よくあることかどうかわからないですが、まあ、えー、そういうことなんですね。だから、アヘンっていうのはかなりこう中毒性の高い。だと、廃人になってしまう人間がね、えー、ということですね。でそれを強くしたのが、モルヒネってやつですね、生成して。で、これはもう、えー、モルヒネってよく聞くと思うんですけどあの、鎮痛剤として有名ですね。これは戦争でですね、下半身がなくなった人間、ね、に、 投与するるると痛みが消えるってて言われてるんで鎮痛剤の王様みたいなもんですね。それをさらに生成したものがヘロインというやつなんですが、チャーリー・パーカーとか前ですがこれにはまってしまうわけですね。もう人生ダメになるやつですね。いわゆるですね、薬くれよ、薬くれよっていうのはこれをやってる人だと言われてますが、このヘロインっていうやつですね。一番やばいやつですね。これね、やめるときに体も痛くなったりとか、もう欠乏してダメになるタイプなんで、これ非常に一番怖いやつですね。 なので,で、マイルスはだから後期はですね、コカインばっかりやってて、コカインはあれは麻薬じゃないって言い張ってたんで、まあそれぐらいこう、まあきつい薬ではありますね。で、大麻っていうのは日本で比較的手に入りやすいのは、これはまだあの北海道とか行くと普通に生えてるやつなんで、朝ってやつですね。七味唐辛子の中に朝って入ってるんで、あれ、大麻の種ですからね。マリファナって言われるやつですね。これはまあタバコみたいにして煙を摂取するってやつですね。ハシシモ えー、これは樹,樹脂になるんですがタイマの樹脂ですね樹脂を固めたものなんですがこれも、えー、タバコみたいにして吸う形なんですが大麻、まあ、っていうのは比較的この上のものに対しては比較的こう依存性も少ないし、まあ、お酒に近いというふうに言われてるので、まああのー、これは外してもいいんじゃないかという動きもやっぱあったりするんですがそれはまあ多分、えー、堀エモ門さんの言うようにですね、まあ、ある程度解放するものはしてもいいと思うんですが この化合物系のものは僕はですね、やっぱ解放するべきではないと思うんですね。これはあの、やめれるようなものじゃないんです。なんでやめれないかと,いうとですね、人間っていうのはですね、意識と無意識、まあ、健在意識と潜在意識と言われたりするんですが、人間がこう、考えたりしてるのっていうのは、自分の体を守る行為の中の5%から10%って言われてるんですね。例えば、車を運転してたとしても、パッて何か飛,飛び出してきたら、ふって気づくっていうのは、自分が意識してるわけじゃなくて、 こう入ってくるわけじゃないですか。それって自分の無意識が自分を守ろうとしてるわけですよ。なので、心理学っていうのはこの無意識に語りかけて自分のことを好きにさせたりとか、無意識に語りかけて人を操ろうとする考え方っていうのが、これが、えー、え催眠っていう、催眠術って言われるものなんですね。なので、人間の意識は5対10なんですよ。だからやめようやめようと思ってても、無意識がそうしようと思ったら勝てないんですね。で、その、 無意識っていうのは何をするかって言うとね、刷り込まれてるものですね、えー。もう快楽を求めて痛みを避ける。要はお腹空すいたら快楽を求めてご飯食べるよっていうふうに言って、こう体を守ろうとするで。痛みが来たらこれはやばいものだから近寄っちゃダメっていうふうにすると。だから、犬に昔噛まれたら犬恐怖症って言って、犬が、ちっちゃい犬が鳴いてても怖くなってしまうみたいな、そういったものが全部無意識が作るわけですね。 10対90なわけですよ。どんなにやめようと健在意識が思ってたとしても、今覚醒してる自分が思ってたとしても、気がついたらやってるっていうのが、まあ、実情なんですね。だからそういうのがものすごくやっぱりこう、会が強すぎてですね、無意識が狂っちゃうわけですよ。なので、こう、やめようと思ってても気がつくと、そのケースには自分か無意識が買って置いてあったりとか、気がついたらもう吸っちゃってたっていうことがやっぱ多いってよく聞くんですね。なので、やめれるものではないんですね。 やめれないのは本人の意識が弱いからだって思うんですけど最初のきっかけはそうだったかもしれないですが最初のきっかけもやっぱり騙されることも多いしそうなった時に人間は自分の意識ではやめれないんですね無意識が求めちゃうからだからこう意識では抑え込めるようなもんじゃないです10対90ですからで、ね、も勝てるわけがないんですよなので自分では絶対やめれないんですねなので えー、自分は大丈夫と思って、えー、悩んでる方がもしこのビデオを見てたら、これはですね、自分では絶対やめれませんから、えー。やめなきゃと思ったらすぐ知り合いに相談しましょう。自分じゃなくて他人がしてくれないとやめれないものですね。麻薬というのはね。なので、えー、僕の意見としては、やっぱりその、厳罰化すれば犯罪減るってもの,のではないっていう、これものは確かにそうです。この 禁酒法時代っていうのをわもまだ散々お話ししてますけど、禁酒法時代は酒場が3倍になってますから、そういうもんじゃない、抑えつければ逆にやりたくなるもんだっていうのも分かるんですが、ただ、えー、すぐやめれるもんじゃないんです。や,やり、初犯でも実刑などの原発化って言ってるんですけど、でも、初犯っていうのは騙されてなった時に、結局自分がもう、 中毒になってると分かってるんだけど、厳罰化とか、こう、要は実刑されたりとかすると社会復帰できないわけじゃないですか。だから言えずにずっとズル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 いっちゃうことが多いんですね。だからやっぱり今の世の中っていうのは最初になぜいきなり実刑を使わないかっていうと、やっぱり構成できるんだったら構成させたいっていうことなんですよね。なので、やっぱりそこら辺はやっぱりこう、実際の専門家の塩梅に任せるしかないと思うんですよ。なので、やっぱり極論はやっぱりこう、 もっと厳しくしたらっていうのも分かるんですけど逆に言うとやり始めた子たちがこううまくこうやめれるやっぱりものを作ってあげなきゃいけないっていうのは実,実情だと思うんですねでやっぱりこうこういうある程度のものはやっぱりこうお酒っていうのは禁止すればいいってもんではないけれどそういうレベルのものではないというのが私の意見ではありますなので、えー、今回は麻薬の種類を、えー、いろいろまとめてみました皆さんの参考になれれば幸いです えー、以上最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きます ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。